皆さんこんにちは。マダムミチコの魅力学講座の お時間です、しばらくお休みしてしまったんですが、その理由といいますのは、ちょっと私の顔に変化ってね、なんかわけのわからないものができたりしまして、その顔を晒すのもどうかと思いましてお休みしておりました。まあそんなこともまた改めてどのように回復したか解消したかもお伝えしたいんですが、今日は、ずっと続けてまいりました魅力診断チェックリストの、礼儀というところですね。礼儀っていうと普通は、まあ、礼法、どのように、お作法をするか、人様との交流の中で、どういうふうにね、ご自分の気持ち、あるいは相手の方をね敬いながら、敬われながら、対応していくっていうのが、まあ、礼儀と言われて、いるわけですけれども、私はあえて礼法にせず礼儀っていうふうにしましたのは、もともと礼儀っていう言葉の中には、まあ、上の人を重んじるっていう言葉があるので、まあ、現代のね、自由なあんまり権力とか、位とか、ね、そういうことに、懸念するよりもという意味では礼法という方が適当なのかもしれませんけれども、私があえて礼儀というふうにしましたのは、もともと例えば親子であってもきちんと両親におはようございますとか、お母さんありがとう、お父さんどうも、嬉しいわとか、そういう感謝の気持ちっていうものをまず身近の親御さんに対して始める。まあ兄弟間でもそうですよね。何かやってもらったらありがとうねとか、そういった意味でその偉いからとか権威がある人に対して、おもんばかってする礼法ではなくて、礼儀っていうそういう当たり前のことができることが大事かなと思うので、なんていうか礼儀の方が心から出てくるものとして私の中ではチェックリストに加えたいと思って、考えました。ですから、今申し上げましたようにごく普通の挨拶がきちんとできるか、これがね一番大事じゃないかと思います。でこの身近な人にもきちんと挨拶ができるっていうことが社会人になった場合にも大きく生きてまいりますね。私は、美容室というその経営者として何十人もの美容師さんを育成してまいりましたけれど、やはり伸びていく美容師さんというのはもちろん技術も大事ですけれども、やはり挨拶がきちんとできる人なんですね。いらっしゃいませ、ありがとうございました、またお待ちしておりますとか、そういうことがこうなんていうんですかね、演技っていうよりも心から感謝の気持ちを込めてできる人がやっぱりねトップになっていくんですね。リーダーにもなってまいります。まあ、そんなわけでやはり社会的にも挨拶がきちんとできるという意味で礼儀はとても大事ですね。それから何ですか、やっぱり対人関係で大事だっていう、まあこれから社会に出た場合ですけれども、やはり、その大切さ、目上の人にこうねおべっか使うとかそういうことではなくて、これからいろいろものを教えてもらうとかね、その要するに情報を与えてもらうとかっていう人に対してはもちろん同僚であってもですね、対人関係ではやはりそういう礼儀がしっかりしているということが、結局ねいろんな情報も多くもらえるんですよね。あ、感じがいいな、なんかすごく なんとか、常識的であるし前向きだななんていう思いが通じますとですね、やはり多くの情報をねもらえるということもありますから、そういう意味では今情報化の時代ですからね、これとても大事だと思います。それからTPO におけるって、まあ、TPA とは時とか場所とかね場合とかっていうことにはなるけど、そういう時に応じたね、そのなんていうか礼儀ができるってことはもうこれ大事です。でこれはねどうしたら覚えられるかって言ったら、人の
例えば先輩がやっているそうした礼儀礼法というものに対して見ていればいいんですよ。ああいうふうにするんだなということで、最初は真似からでもいいと思いますけどね、例えばお葬式の時にね、ニコニコどうもどうもお久しぶりですなんてそんなことを言わないじゃないですか。ね、結婚式にまあ本当にねネガティブなね、本当にまあねこの結婚式冴えないわねなんて言わないですよね。ですからそういう意味でちゃんと先輩がどのような挨拶をするかっていうのを見て勉強して身につけられるといいかなと思いますね。それから、礼儀の良さで対人関係、人間関係がねガラッとね、変わってしまうことがあるんですよね。でこれはあの言葉の時にも言いましたけれども、いくら例えばありがとうございます、おはようございますと言っても相手が聞き取れなかったりするとね、あの子挨拶しないなんていうことが私が美容室を経営している時もよくありました。それね、朝会った時に先輩がに対してですね、こちらがまあ、一応下のインターンの子が先輩におはようございますって言ったとしますよね。でそれに帰ってこなかったって言って悩むわけですよ、そのインターンの子はね。なんで先輩は私にがせっかくねちゃんとおはようございますって言ってるのに答えてくれなかったのかしら、私のことを嫌ってるのかしらってね、まあこういうことがね大きなね問題になることがよくあったんですね。だから私は、インターンの子にはちゃんと先輩のそばに行って大きな声でおはようございますって言いなさい、そして聞いた方はおはようって言い返したよねって、そんなね当たり前のことなんですけど、相手に通じなければ意味が なさないということでは、礼儀においても同じですね。ちゃんとこの相手に伝わらなければ全くね常識もないお辞儀もしないしとかですね、あの態度は何だとかってもうただ挨拶をしなかっただけでも態度の悪いやつとかね、そのなんていうか身の程知らずとかそんな風に言われてしまうのが礼儀というものでございますから、皆さんの現在礼儀の度合いって言うのおかしいけど、このくらいのことはできるよ、いやこれはちょっとまずいかなっていうのは、点数法については、何回もお伝えしてきますしたので、それを改めてこちらにお知らせしますけれども、満点だったら10点、いやそうでもないなと思ったら、5点でも6点でも7点これは繰り返し申し上げておりますけれども、一切ね、人様に公開するものではない、自分が自分をチェックしてまあ反省すると言いましょうか、見直すと言いましょうか、これからのもっともっと素敵な魅力人になるためのチェックですから、正直に自分に対して、採点していただけると嬉しいと思います。では今日の礼儀の1の方ですね、もう一つございますのでそちらも見てくださいね。ではチャンネル登録よろしくお願いいたします。